こんにちは、森谷隊長です。今回は約束通り対談企画になります。都内のレンタルルームにある隊員を呼び出しました。この動画の本編はその隊員が私を訪ねるとこから始まります。前置きはもういいですね。早速行ってみましょう。ドン。どうぞ。大将、お久しぶりです。あ、お久しぶりです。皆さん、今回のゲストは、15年前の動画に出演いただいた奥村隊員でございます。奥村です。よろしくお願いします。じゃあ、今日は15年ぶりぐらいに動画に出てもらうということで、はい、あれからどうしてたかなっていうことを聞きたいんですけども、大学を卒業してからはどうお過ごしでしたか？はい、そうですね。私は大学卒業してから、もうしがないサラリーマンになりまして、ただ空手の方は続けておりまして、うん、で、つい最近、大学の空手部の監督にも就任することになりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうですか、そうですか。はい、じゃあ今は現役の空手部の部員たちと切磋琢磨して、そうですね。という感じですか。はい。大会とか忙しいんじゃないの？そうですね。もう大会の方はそれこそ後輩の応援というか、役員としても行きますし、もちろん私自身もまだ現役ですから。そうだね。自分もね。はい。大会に出てますね。戦ってる最中ですね。そうかそうか。ということでございました。ね、久しぶりに登場してありがとうございます。いや、こちらこそ招いてくれてありがとうございます。はい。はい。奥村がその大学に入学したとき、私が4年で空手をやるために入ってきてくれたんだけども、こういう、ね、探検隊もやっていただいたということで、頑張って合格した大学の部活でこういうことやってる人がいるっていうのを最初知ったときはどう思った？でもやっぱり大学生っていうのは、イメージとしてはそういう自由さっていうのはあるっていうのを思っていましたから、こういうのもやっぱ大学の青春の一環なのかなみたいな。じゃあ結構好意的には捉えてくれたのか。そうですね。はい。そうか。それを聞いて安心しましたね。そうか。おお、奥村だ。懐かしいね。合宿のね、バスでね、行きのバスからね。そうですね。これはカメラを回し始めて。バスに乗ってるのに運転してる人座席に普通に座ってるだけなのにこうやってもらったりね、はい、しましたね。で、奥村にちょっと語ってもらいたいことがあるんだけども、はい、やっぱり300万再生を記録している嫌だよね。あれはすごい、いろいろありましたね。あの時俺かなりプレッシャーをかけた記憶があるんだよ。1回しか撮らないぞ。ワンテイクで1回で成功させていかなきゃっていう、だいぶプレッシャーはありましたね。その結果、あのワーにつながったっていうことか。あ、これですね。これだ、伝説のシーン。YouTube に上がってるやつだと分かんないけど、画質が高いからみんな笑っちゃってんだよね、これ。これもね、俺も相当笑ってんだよ。みんなこうなってる。ほら、俺笑ってるでしょ。おい、あれを見ろ。もうダメでしょ、これ。口元がいい。という感じだよね。いや、でも相当、相当面白かったよな。よく皆さん協力してくれ。女子部屋まで出てるんだよ。懐かしい。俺も若いね。若いどころじゃないよね。15年だよ。そうですね。もう、何やってた、何が流行ってましたか、覚えてる？この頃ですか。いや、
2006年2006年だよね、大学入学したの。そうですね、2006年出来事。ホリエモン逮捕か。そうですね、安倍さん、安倍政権発足が2006年、第一次ね、第一次の、はい、そうか、荒川静香の、ああそうですね、五輪金メダル、イナバウアーは有名になりましたからね。 それが2006年か、はい、そんなに昔ですか、うん、逆になんか感じることはあるんじゃないの、その受験勉強をずっと続けてセンター試験じゃだっけ、当時センター試験も受けて、それ我慢してたから覚えてないか。まあそうですね、でいきなり空手部だもんね、はい、うん、まあでも大学に、まあここの大学に受かるかどうかっていうのは微妙なラインだったんで、うん、まあ、お、ちなみに第一志望でしたか。まあ第一志望じゃ第一志望、もっと偏差値高いところを受けてた。いやもうここがマックスですね。マックスか、私ですね。よし、動画に戻りましょう。はい、これについてちょっとお尋ねしたいんですが。まあでもね、あのこれもあのそんなに奥村のワーが そんなに面白いとは思ってなかったから、はい、本当にあれは収穫でした。逃げられたな。これもね、奥村に頑張ってもらったよね。どうやら俺たちだけで脱出するしかなさそうだな。はい、うわー、映して、あー、カメラのミスだ。あー、NG ですね。こういうのは集中そがれるでしょ。そうです、ね、どうやら俺たちだけで脱出するしかなさそうだな。はい、はい、ダメだな、カメラマン。おい、おい、大丈夫だ。音楽なしで見ると耐えられないね。シュールです、うん、これはひどいな。あともっとこうズームとかね、はい、駆使するように指示を出せばよかったね、はい、いやでもこう考えるとカメラマンも含めて協力者が、うん、本当にブース全体でやってるみたいな、空手の一丸となって作ったって感じで、よく普通に空手の合宿にこんなにいる。そうなんだよ、落ち込むっていう、稽古をしながらやったんだからね。そうなんですね、うん、稽古の休憩中に言ってます。そうだったよな、 OB のあの、 あの先輩とかもピトって顔してたな。クラサワとかも大変だったと思うぞ、うん、そうですね。じゃあ岩行っちゃいますか。そうですね、でまあその合宿の最終日にあの、はい、伝説となる映像をね、はい、私たちが撮ったわけですけどもね、僕らはね、カミカミだったね、すごい力だな、これだよね。どういうことだ、一回ね、いやあああああテイク目で成功したんだ。おい、ゴリさん、大丈夫か。確かこの後、3回ぐらい撮るんだけど、ね、じゃあなんで撮ったんだろうね。まあ、それは持ってったら、あれもありますから、もう何回かは転がしておきたいっていうのもあったんでしょう。面白いからもう一回やろうみたいなノリで、4回ぐらい転がりましたね。どういうことだ。ちょっと角度変えて、いやぁ、これが、これが一番迫力のあるやつだ。まあ途中で止まるやつね、これが2回だったんだ。おい、怪我ねえか。おい、こうやってる間も岩がどんどん弾みなく、よく聞くとさ、犬が吠えてる。どういうことだこれ。覚えてる、この下に民家があって、そこで犬飼ってたよね。多分1回目の落石でそのワンコはびっくりしてね、2回目以降、俺らが上でわーとか言ってると威嚇されてたと警戒されてたんですよ。危ないの、すげえ。はい、OK。 おい、これは3テイクです。はい、どういうことだ。
逃げろ。これは転がる方向がね、危険でしたね。危険な方向でした。逃げろ。一番早い。もう直撃してるかね、これ。森ちゃん疲れてます。普通だったら体がバラバラになるし。ちょうどいい角なんですね、これは。岩の行方が見えてる、うん、ね、だからやっぱりね、いろいろ恵まれてたよね、うん、月もあったよ。いい映像が撮れたのは。最後にこれを見よう。でラストシーンでさ、こうさ、みんながそれぞれこうね、ご満悦の表情で歩いてるっていうのを、ね、一人ずつこう抜いて撮っていったんだよね。ちょっとカメラの向こう側をこう見てくれっていう、はい、いうシーンだったんだけど、覚えてる？どうでしたっけ？奥からだけこうカメラ目線で、そうなの。でもう隣歩いてる俺らとかもう笑い始めちゃってこんなことあんの。最後の闇が気持ち悪かったね。ということで振り返るでした。はい、はい、いやよかったです。それは久しぶりに見た。懐かしいですね。うん、いろいろ、うん、完成映像はねいつでも見れるけど、元映像はなかなか見る機会がないので。ではじゃあありがとう携帯。次のコーナー行ってみましょう。はい、ではですね、次のコーナーとしまして、はい、YouTube もう15年もやってますんで、たくさんコメントをね、はい、いただいてます。で、奥村はあんまり見ないんだっけ？そうですね、うん、まあちょっと、なんていうんですかね、ちょっと恥ずかしいっていうのもあって、あ、まあ、飲んでる時ぐらいでしか見ないかな。飲んでる時に 見るんだ。見るってぐらいですかね。あとはまあ、他の人が、まあ、見てるのをこれ、うん、みたいな感じで、まあ、見せられるっていうか、そういうのでまあ話をする。見つけられてしまったということか。それは怖いね、はい、会社の人に呼ばれて、まあ、もちろんバレてます入社してすぐぐらいもバレてたんじゃないですかね。そうなのか。やっぱまあネット社会ですからね。そうか、まあ、名前を調べられると出てくるみたいな。そうか、ちょっとね身につまされる話がありましたが、はい、で、じゃあ YouTube はあんまり見てないということなんですけど、はい、コメントがねそれぞれの動画に来てるので、あ、はい、まあ、ちょっとそれを紹介しながら、まあ、私も答える、奥村もそれに対して、はい、というわけで、はい、最初に、奥村が300万再生をね、叩き出した、はい、矢の動画について。あ、はい、あれ、あれですね、はい、ですね、まあ、いろんなコメントが来てるんですけども、一番最初、はい、わーじゃねえよ。あ、わーじゃねえ。まあそうなんですけど、まあでも、ね、あのリアクションぐらい勘弁してほしかったあれ以上は無理だった。まあなかなかもう必死だったよね。必死でやったんで、まあその結果があれですから。うん、そうだよね。じゃあ次行ってみましょうか。はい、次はですね、第1弾ではないんですけど、はい、奥村にはね体張ってもらって沼に落ちてもらったことがあるんですよね。ああ、ありましたね、うん、はい、どれも新しいコメントです。あ、ちょっと一個ずつ紹介していきましょう、はい、新人くんの迫真の演技好き、今は新隊長になっていることに期待。あ、こういうコメントをいただけるんですね。そうですね。いや、どちらかというと何て言うんですかね、先ほどみたいに茶化すような、茶化すような否定的なっていうか批判的なコメントが多いのかなと思ったら、あ、まあ、こういうコメントをいただけるっていうのは、まあ、励みにはなりますね。はい、最後のこちらのコメントなんですけども、はい、ちょっと私もね身につまされたという内容です、はい、紹介しますね、はい、隊長なら隊員の安全確保をする責任があるはず、それができないのであれば隊長をする資格はないと思います。探検に危険はつきもの、死と隣り合わせということを忘れてはいけない。ああ、うん、まあ重い言葉です ね、 そうね、ちょっと私の方も、ね、その装備品が不足していたりとか、はい、気の緩みがあったかなと思って、うん、本当に申し訳ないことをしたと思ってます。まあ確かに安全管理っていうのは、まあ、探検に関わらず、
うん、まあ世間にそうだ、ね、いろいろ言われたりしますから ね、 ねスポーツさんの、ね、素晴らしいお叱りのね、はい、コメントをいただきました、はい、これからも安全管理に努めて、はい、活動していきます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあそして最後ですね、はい、岩、もうこれがね、はい、大取りで、はい、これはこれ読むの初めてってことだよね。そうですね、はい、ね、これもどれも最近です。どんどん紹介していきます、はい、ね、これはいいぞ、今まで落ちてこなかったのが不思議なほどの角が取れて丸みを帯びた岩まあそうですね、まあ、角が取れてるってことは転がってたんじゃないか。まあ俺が角取ったんだけどやっぱこうやって改めて突っ込まれるとまた面白くなるっていうのもあるんで、はい、本当にコメントはありがたいですね、はい、皆さんも何か気づいたことがあったら突っ込んでください。ぜひお願いします。で次ですね、我々のカメラマンに対する賛美の声が上がってます、はい、落石を捉えようと決してその場から動かなかったカメラマンの勇気に感動、ね、我々も命がけだけど、ね、カメラマンも彼もね命がけでしたから、はい、そして最後、止まることなく最後まで転がり続ける岩くん大好き。岩のファンの方なんですね。そう、岩くんって呼んでくれる人が多いですね、はい、あと岩くんとあと細い木くんっていうのが、あ、我々ではなく彼ら二人のなんかが主役みたいな感じに捉えてる方もいますね、はい、まあ、インパクトとしても我々隊員よりも岩の方が強いですからね、うん、はい、最後までじっくり見ると画面右上の方をずっと転がり続ける。そうですね、退場シーンまで、ね、うん、きちんとカメラマンが捉えてますから。あれもそうだね、カメラマンの腕が良かった、ね、カメラマンの腕が光ってます ね、 そうだね、よく見たらこう我々隊員によって岩を映してたのかもしれない、ね、そうだったんだろうね、はい、うん、俺ら何もやってないね、本当にね。そうですね、なんかおまけみたいな、おまけで本当にわーって言ってるだけですからね本当に情けないですね。ありがとうございます。というわけで、あのコメントをいただいた皆さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もう15年間絶えず送ってきていただいてますので、はい、本当にもう毎日楽しいです。はい、楽しいですよ。はい、僕もたまにはチェックして見てみてください。はい、はい、ありがとうございます。というわけで、はい、もうね終盤に近づいてきたわけなんですけども、はい、あ、もうそんな時間なんですね。はい、はい、もう、ね、たくさん喋りましたのでありがとうございます、はい、ここでちょっと奥村に提案があるんですけど、はい、何なんですかね。まずはちょっと見てほしいんですけども、はい、何でしょう。まあずっとトークばっかりやっていてもしょうがないので、はい、あの外にいつか繰り出したいなと思いまして、あ、はい、私こういうの考えました。モリア探検シリーズ15周年記念番組、ロケ地探訪旅群馬県片品村編。あー、はい、そして2023年夏公開、やりますか、やりませんか。いや、これはぜひやってみたいですね。はい、やりましょう、ぜひ、はい、まあ、あの奥村の空手との兼ね合いもあるので夏と言わずね、はい、はい、2023年、まあ、公開が夏ですからね。夏、じゃあもう少し急ぎで撮らないといけませんね。はい、これをやって、あのさっき映像で見たような場所がまだ残っているかとか。そうですね、もうさっきの岩のシーンのあの崖は今、うん、ただあの斜面がね、はい、残っているかとか、はい、ね、そういうのを見て懐かしむという企画になりますね。はい、じゃあ、今ここで制作が決定しましたので、ロケ地探訪旅、群馬県片品村編、制作いたします。できればね、あの我々だけでなく他の隊員も来てくれたら嬉しいな。そうですね、最終を楽しみですね。うん、はい、そういうことで皆さんぜひぜひお楽しみに。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これの反響が良かったら本当の新作撮ろうね。はい、ね、久しぶりに会えて良かったですし、はい、昔の話もねできて良かったですね。はい、あと、まあ、来年の話もね、そうですね、できたので、それもすごく楽しみです。はい、ね、皆さん、また次の動画、ね、楽しみにして待っててください。じゃあもういいかな。はい、うん、という
というわけで、じゃあ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さんも、お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。じゃあそれではさよなら。さよなら。